久しぶり朝です登場、尾形修斗投手です。お願いします。お願いします。なかなか自分で発揮する人は少ないですけど、ありがとうございます。はい、プロ5年目、尾形修斗23歳。闘志あふれるピッチングで育成から這い上がり、2年前支配下登録。今年は開幕1軍をつかむと、4月にはプロ初勝利を挙げました。サンキューです。その後2軍生活となりますが、腐ることなくウエスタンリーグ2位の8セーブを挙げ、緊急事態となった1軍に帰ってきました。チームが今新型コロナウイルス感染の中、はい、尾形投手が一軍に上がってきました。はい、どんな気持ちで一軍に上がってきましたか？チームがすごい大変な状況なんですけど、はい、やっぱり自分の、持ち味をしっかり、出していこうと思って、はい、それは何なのかと思ったら、うん、やっぱり勢いのある、ピッチングだと思うので、それを心がけて、ここに来ました。だからですか、えらい吠えてますよね。すごいですよ。はい、ビデオ見返したときに、ピンマイクついてるんかなぐらいの声は出てました。その通りです。特に地元宮城で投げたとき、はい、ものすごかったですよ声が。はい、こんな出してたんかなっていうぐらい出てましたね。はい、なぜそんなに声を出すようになったんですか？ここで自分のパフォーマンスをするんだっていう強い気持ち、雄たけびというか、全力で向かっていく、それが全てだなと思って。以前も声出してました。はい、格段にボリュームがアップしてます。そうですね、以前はここら辺から出てたものがなんかもう下の方から来てるというか。前は歌詞でいや喉だけで歌ってたんですね。あ、そうですね、喉先だけで歌ってたものが、もう地面からもらったものを全て吐き出すというところで、はい、その気持ちで投げてるボールっていうのはご自身どんな手応えがあります？気持ちの乗ったボールっていうのはやっぱりすごい押し込める感じがします。ということは今状態はすごく、状態としてはいいと思います。いいですか？はい、インタビューをした一昨日、ファームでの調子の良さを買われた育成の同期リチャード選手も一軍に昇格してきました。ちょうどリチャード選手がバッティング練習してました、はい、一軍に今合流してますけど、はい、2年前に2人で支配下に上がりました、はい、でもなかなか2人一軍で思うような結果出せれてません、はい、そのあたり話したりしました？そうですね、やっぱり2軍にいるときに、リチャードと一緒に、まあ、車に乗ることが何回かあって、はい、お互い一軍の舞台で、うん、まあ、ホームラン打って抑えてっていうのをやりたいねっていうのを話したのが、2週間ぐらい前ですかね。2週間ぐらい前、はい、お互い何かこう成績残したら交わしてる約束なんかあるんですか？僕が、投げてる時にリチャードがホームラン打ったら、はい、僕が一緒にリチャードハグするっていうのを前からやってるので、それをできたらなと思います。あと次のお立ち台では、はい、サンキューです、もっと元気な欲しいですね。そうですね、大声で、それこそ下から行きたいですね。ちょっとその日を楽しみにしてますんで、はい、頑張ってください、気合いなく。ありがとうございます。はい、サンキュー。